こんばんは。2019年1月の24かな、今日は。夜中の21時18分です。どうも。寒い。いらない。退屈だ。すげえ退屈なんだけど。寒い。平穏がいいんだ。なんでコラボ？俺は最近今日は走って飯作って飯食ってぼーっとしてた。サイコロステーキだけどクソまずかったね。安物の肉はダメだ。うまくない。画質悪。クソまずかったね。俺の配信待ってた。なんで。広角レンズ洗ってくるわ。待ってて。広角レンズ洗ってくる。まずいね。あれ、音小さくね？なんでこんな音小さいんだ。コメント読み上げ。音小さ。コメント音量設定。マイクの音量だ。あ、そうなんだ。なんでこんな音小さいんだろう。
ょっと綺麗になったかな。ほんと囲いないよね。ほんとそれ全然いないよ、ほんとに。みんな嫌いで見てるんだって、俺のこと知ってるよ。俺のことを応援してるやつは3人か4人ぐらいで、ほんとにネタとかじゃなくてマジだからね。最近顔疲れが抜けないんだよね。何のコラボ待ってる？何でもいいかな。アイテム投げた人に失礼。何を言ってんの？誰？アイテム投げた人って。アイテムが飛んでないけど。どんな刺激が欲しいんだ。ワクワクしたりドキドキしたり感動したりかな。そんな刺激が欲しいね。 3,4 人ぐらいじゃないの応援してんの。分かった。ワクワクしてないね。日本から出ないとか、海外行ったりとか。コーヒーとタバコは俺の生きがいだね。すげえうまいよ。タリーズまたうまくなったし、また味変わった。またうまくなってる。バックパック、シャカとペコいるから無理でしょ。ああ楽しくないね。いや最近はコーヒーの量減ってるかな。1日缶2本とか1本とかに減ってるかな。あの運動してるから。だから有料アイテム投げてんの3人4人じゃないの。何が失礼なんだよ。投げてる人が3、4人だっつう話だ。バカだろお前。失礼じゃないんですかじゃねえんだよ。投げてる人が3人も4人もいねえんだよバカ。失礼してねえわ投げてる人に。投げてねえよ。もうお前に何の関係があるんだよ。何の関係もねえんだから突っ込んでろよ。タバコはまあね、廃棄種とかになったら吸えないけど、肺がんとかね、まあ長く吸えたらいいなと思ってるね。タバコ好きだから。
あそこに座るのが怖いの。ああ、引っ越し代支援されたら、いや、ああ、まあ、キッチンが多少広ければいいかなと思うけど、映画に使うだろうな。映画に使わせてっていうかも、引っ越しの資金あるんだったら、少しでも映画の機材買いたいかな。はい、こんばんは。あそこで放送やるときは本腰入れてやったり、ワクワクしてるときにやりたいから、楽しんでやりたいから。顔むくんでないよ、むしろ安さ。いや、だから楽しめないからこっちに逃げてんだよ。こっちに。有料アイテム投げてる人みんないなくなりました。うるさい、お前。16号。もともといないから大丈夫です。はい、心配しなくて結構です。ブロック怖くて、きつい枠じゃないと話せません。いや、別に見なくていいよ、そういう人は。ブロックされるようなことを書こうとしてるんでしょ？見なくていいよ、俺の放送。最近放送頻度少なくなったね。悩んではないけど、あんまり放送やりてーってならなくなってきたね。怖いね、放送やるのが。なんかワクワクすることとか、ドキドキすることとか。疲れ溜まってるのかな。ずっと雨すぴだね。あ、おはようございます。おはようございます。聞こえますか？聞こえますよ。お久しぶりです。あ、絡んだことありましたっけ？あ、スフィゾーというものですけど、あ、もうセちょっとフィサバか。かれ。はいあ、はい。開示ありがとうございます。なんか昔ちょっと課金した後にちょっとブロックされて結構ショック受けてたんですけど。あ、そうなんだ。あ そうなんだ あ、ごめんね。最近ね、トツかけるときに必ず聞くことがあるんだけど、いい？聞いても。はい、どうぞ。ブルーカラーですか？ホワイトカラーですか？意味がちょっとごめんなさい。なんて？ブルーカラーかホワイトカラーか教えてください。ブルーカラーかホワイトカラはい。ー？そうそうそう、意味合いがちょっと。あ、じゃあ大丈夫です。大丈夫ですか？ごめんなさい。ちょっと意味がちょっとごめんなさい。うん。どういう意味のブルーカラーとホワイトカラーってどういうこと？あ、いや、大丈夫、大丈夫。意味が分かんなかったら大丈夫です。ああ、何の意味合いのブルーカラーかっていうのがちょっと分からなかったです。ごめんなさい。ああ、なるほど、なるほど。どうしたんですか、今日は。あ、いや、まあ、急に、和道さんのさ、YouTube 見たんですよ。ちらっと。ほうほう。和道さんの YouTube っていうか、誰かの、なんか、動画見て、めちゃくちゃ感動したことがあったんですよ。ほう。ほう、俺の動画で感動したんそうだ。そう、それに今、とっさがあったんですよ。何の動画で感動した俺には、いいですか？ちょっと OK の声出しますけど。の？うん。ちょっと、俺にはこれしかない！他に何もあない！リスナーに感謝なんかしてない！他に選択肢がない！俺には配信しかない！これしかないんだ！みたいな、そういう熱、なんかその熱を、なんかその熱弁したことあったじゃないですか。覚えるてます？ね。あるでしょ？ あれ、どっかの広い動画で見たんですよ。これしかないっていうタイトルの動画だね、あれは。あ、そういうやつでしたっけ？ちょっと、和藤さんの YouTube のやつかどうか、乗っけてるや多つ分か、誰ツイッか、ターだよ。ツイッターですか？ツイッター誰かリツイートしたやつをたまたま見たっていう感じかな。そうそっそうかそそっう、か。これしかないって、そういいう、や、なんかだっそういうてめちゃさ、くちゃ。リスナーに感謝なんかないでしょ。いなや、いよ。感動しちゃって、いや、俺はその、なんていうか、その、まあ、言い方悪いですけど、まあなんかそのリアルは本当にもうなんかし、まあ、言い方ごめんなさい。ちょっと怒らしたら申し訳ないです。あ、いいもう本当よ、いいし、よ、別に いいですか？はっきり言いた言っちゃっこと言って。た。いいもうよ。し、まあ、昔なんか詐欺とかいろいろやった、生活保護とか。
生活保護はだって悪いことないな。詐欺は、まあ、刑事事件。不正受給の話、生活保護を受けること自体は別に悪いことじゃない。俺、不正受給なんかしてないって。あ、じゃあ、あれはただのガセですか？ガセだよ、あんなの。あ、すいません。それはなんか僕の情報不足です、うん。それは申し訳ないです。すいません。あの、間違って謝ります。すいません。うん。ただ、昔、詐欺やったのは本当でしょ？詐欺やったのは本当だよ。だから、それは悪いことだから。別に責めてるわけじゃないんで、別に。いえいえ、ただ、そういうことがあった。あったんですねって話を聞いてるだけなんで、うん、はい、いや、あったあった、はい、うん、それでホームレスになったり、まあ、いろいろなんか仕事をなんか独立したこともあったんですよね、うん、バーとかなんかやったり、バーとあとまあまあ会社とかもやったけど、ああそうで普通に就職したり、なんか僕ああそうでなんか、まあ、誰かにちょっとボコられたりとかあるね、ニコ生というかサンタナの捨て頃やって負けまくったり、うん、まあ、いろいろあると思うんですよ、あるよ、でもいろいろね他にもいろいろあって、うんうん、でまあそのなんていうの、うん、いろんななんか選択肢他にもあったと思うんですよ、別に配信じゃなくても、だいやもちろんもちろんあったけれども、俺がさそのやりたいと思ったことでやってるんだよ、はいはいはい、うん、いやだからそれ俺にはこれしか本当に何だみたいな、そういうことだよ、そうそう、だから他に働いたこと、働く場所があったりとか、家族、守る家族がいたりとか、やりがいがあったり、夢がある人は、やればいいじゃん。で、俺はこれしかないんだよ。それはその人の価値、まあ、価値観っていうか、その人生だから別にいいと思うんですけど、そうそうそう、うん、ただその、なんていうか、もう、なんだろう、うん、まあ、その、めちゃくちゃし、まあ、まあ、リアルじゃないね、信じられないぐらいの、なんかそのゴミクズのくせに、ほう。はい、ごめんなさいね。なんかその配信に関する熱がちょっと熱くて、なんかちょっと感動したっていう。だって本当にこれしかないんだもん。だってさ、いや、ゴミ、うん。だからゴミクズなんだもん。自分のこと、俺のことクズだもんって言ってるでしょ。だから言ってるんです、そういうふうに。でもだから否定してないよ、全然。だけどね、その、はい、いや、要はね、俺が言いたいのは、なんか俺はリア充だとか、俺は、なんだろう、金持ってるとかさ、俺はいい女抱いてる、俺は車がすげえ、俺は年収があるっていうリスナー腐るほど見てきたじゃん、お前も俺のリスナーだったらわかるでしょ、はい、俺そういう見栄とかってそんなやつが放送を見てるとは思えないのよ、あ、まあまあそういうやつは別に忙しいですもんね、であればね、まあそれも俺も分かってる、そうだから、なんつうんだろう、ネットで見栄を張るのがよくわかんないんだよね、あ、それはあのね、別になんかそれは、うん、刑務所とか、まあ、刑務所じゃなくても、ネットでも、まあ、なんか常時、なんだろう、なんだろう、常時、常に虚言を吐く、常時虚言癖っていう人いるじゃないですか。その手の類のタイプだと、もう割り切ってますね。ああ。わかります？常に虚言を吐くから常時虚言癖、息を吐くように虚言を吐くみたいな。まあ、そういう人、どこにもいますよ、別に。ただ、別に相手にしてたらキリがないので、ただそれだけのことって割り切って、はい、はい、終わりって感じです。おお、まあ、割り切れないんだよな、俺。割り切れないから、いや、間に切れないから、いや、どうでもよくないでしょ、全然。すげえ大事なことだと思うんだよね。別になんかどうでもいいかなって俺思ってるんですけどね。まあ、こういうふうにならないでおこうっていうぐらいの、まあ、勉強、まあ、参考にしか思ってなくて、まあ、自分の人生には全く関係ないから、相手がどんなふうに虚言を言おうともどうでもいいっていう。自分の人生に何の関係もメリットもないから。うまみがある人間としては絡まないっていう。ダメな人間。うん、そうそう。っていう、まあ、その、なんだろう。まあ、その、なんていうか、とりあえず、その、配信に対する熱だけは、もう感動して、まあ、逆に、あれの動画を見たからこそ、まあ、言わせてもらいたいんですけど、まあ、いろいろ、なんか、和の監督とか、まあ、そういう、まあ、いろいろ配信関係で、なんか、お金を、なんか、支援もらったりとか、いろいろあったじゃないですか。映画の、配信関係で、何、言ってることが分かんないの。あ、ごめんなさい、ちょっと、カミカミになって申し訳ないですけど、うん、映画でなんかそういうなんか支援とかカメラとかなんかそういう、まあ、こじりっていうか支援をなんか求めたじゃないですか、リスナーにね。求めたよ。求めてましたね。まあ、そういうのとかも、それも、まあ、一応配信関係の場所、ま、配信関係がよくわかんないけど。だから配信の中にそういう、なんて言えばいいのかな。うん。また違うのかな、また別枠ってこと、いや、ね、何を言ってるのかわかんないから、ちゃんと喋ってって言ってんの。はい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 。うん。はい。だからその、なんていうか、まあ、どうせ俺が言いたいのは、あんなに熱弁をしてて、うん、配信以外で、うん、収入がもしあるんであれば、例えば、実はこっそりバイトしましたとか。あ、いや、やってるよ、バイトとか。あ、してんの今。
やってるよ。今アルバイトしてんすか？アルバイトっていうかカメラの仕事やらせてもらってるけど、現場とか入ってるのは言ってるよ配信で。だって食えないもん。配信だけじゃ？うん。だって俺1日の最近花火何2発3発4発だよ。最近ちょっと僕ちょっとワドさんブロックしないでしょ僕のこと。なんかちょっと見れてなかったんですよ。いや解除してるけど俺。いやそれは最近でしょ。俺ちょっと前までブロックしたじゃないですか。うん。まあまあとにかく今は収入に3000円しかないから、はい、あのバイトしてるよ。で何なの？いや俺はでもなんていうか一生なんかそのまあ。まあ、うなちゃんマン、うん、まあ、うなちゃんマンまだ別かな。なんかその、配信を死ぬまで、まあね、なんだろう、年金もらうまでやってほしいかなっていう。年金は、だって年金払ってないからもらえないよ、俺。払ってなくても年金はもらえます。もらえないよ、バカだろ、お前。うん、いや、あの、もらえるんです。もらえないんだよ。あのもうバカすぎるな。え？じゃあ、和田さん、じゃ聞いてください。一応、年金そのものはもらえるんですよ。無収入申告してってこと？届け出を出して免除してもらって半分もらえるっていう制度の話。いやだからそう申請をしないとダメなの。申請もしてないの。あ申請もしてないですか。してないよ。あしてないわけないだろ。いや別になんか払ってなくてももらえ、うん、いや全く。いや届け出を出したらね。届け出を出したら、ね。はい、はい、ごめんなさい説明不足で、はい、申し訳ないです、はい、ごめんなさいごめんなさいね、うん。ただ俺は配信以外の収入があったら。まあ、ちょっと嫌いになっちゃうかなと思っただけ。いや俺だって嫌だよ。俺だって配信だけで飯食いたいよ。いやいやそのもがいてほしいんですよ。俺はもう俺いやもがいてるよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。もがいてるよ毎日毎日。いやいやいやお前らだからさ苦しむところが見たいだけなんだって結局支援するつもりなんか鼻からないんだって。いやだから俺は食えてないんだから。いや別に苦しみよとさそういうわけ言ってんじゃなくて本当になんかその 何を言ってんの。そのお前が何言ってるのか全然わかんないんだけど。いやだから俺はねそのなんだろうなこれしか製造花火前までちょくちょく投げてましたよね最近。ちょくちょくなんか投げてねえよ。お前が投げてんのなんか3発ぐらいだよ。ふざけんなよ。でかいつらすんだよ。いやいやいや、お前から花火なんか全然もらってないよ、俺。お前、なんか女に投げてるだけでおっぱいでかい。いや、俺全然もらってないよ、お前から。あんまりさ、そういう。え、なんでそいつに投げてるとか。他の女の子に投げてるの知ってるんですか？お前が言ってたんだよ。和道に投げるぐらいだったら、おっぱいに投げるっつって。で、ふざけんなよっつって、やっとお前一発投げたんだよ。見たわけじゃないけどお前が言ってたんだよ。俺にはたまには投げろっつった。俺可愛い女の子に投げたいから嫌だっつったからふざけんじゃねえっつったらお前がやっと一発投げてくれたんだよ。本当に3発ぐらいだよお前。ふざけんなよ本当。でもそれ以外も一応なんか他のも投げたでしょ。パフェとかも投げてねえよお前。なんか風船とかゴミみてえの投げて嫌がらせしてるだけだろ。ふざけんなよ本当に。いやでもゼロよりはいいでしょ。いいじゃないですか。まあ、ゼロよりはマシだよ、確かに。ただね、ゼロよりはマシだとしてもね、少しだけなのに、なんか俺はかなり支援してやったみたいな口言われたら、俺だって腹立つだろ、そんな10万、20万投げたことなんかねえんだから、1万も投げてねえよ、お前は俺に。ああ、そうそうそうです。しかも和道さんはリスナーに何一つ感謝しないですもんね。ごめんなさい。してないよ。感謝なんかあるわけねえだろ。俺が悪かった、それは悪かった。今度なんかおごるから。ごめんなさい。おごります。いや、おごらなくていいんだよ。花火を投げろっつってんの。花火しかダメってこと。当たり前だよ。なんでおめえと関わんないといけないんだよ。バカじゃねえの。いや、あくまで金を出せ。何がおごってやるだよ。ふざけんじゃねえよ。何お前。ちょっと。あご代だけで何使おうとしてんだよ、お前。ちょっと待ってください。閲覧がどんどん上がってるじゃないですか。ちょっと やめてください、マジで。知らねえよ、そんなの。ちょ、なんで、その、なんていうか。配信対し、しかも、あ、ステゴロ、あ、僕、チラッと言ステゴロ出るんですよね、また、今度。俺、出るよ。で、次の対戦、みやびくんでしたっけ、確か。そうだよ。だから、その3回もステゴロ出れるってことは、うん、まあ、ベンチさんから見たら、うん、まあ、人間、一人間としてはダメかもしれないけど、配信者としては、本当にもう最初からずっと認められてるってことだから出れるってことでしょ。あ、ちょっと待って、コラボさ、上がってる時に申請するのやめて、一人ずつだから、それさ、みんなもコメント書いて、コラボをさ、申請して盛り上がってる時に売名しようと思ってあげるやついるんだけど、順番待ってって言って。みんなさ、コラボを上がろうとしてるバカがいるから足し上げなんだけど、足し上げふざけんなって、待てって言って、足し上げバカ待てって言っといて。
みんなコメントで書いて。あ、もし、あ、まあいいよ、続けて、続けて。いいよ、いいよ。いいですか。もし、あの、落ちてほしいんだったらすぐ落ちるんで。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい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 。バドさん。ね。はいはい。うん。で、また試合、頑張っ、今なんかジム通ってあるんですか？ジム通う金なんかあるわけねえじゃん。通えてねえからロードワークばっかりやってんのよ。いやいやいや、でもそれもやれる、いや、俺そういうとこ好きなんですよ、バドさん。だからやれることやるしかないじゃん。そうそうそう。だから、それだからもがいてるとこ結構好きなんですよね。だからこそ。いや、だからもがいてるっつうの。もがいておめえみてえなさ、アイテム投げねえやつに笑われてんだから、それは俺だって腹立つだろ。それはあなたが俺が苦しんでてもっと苦しめってどういうことだよ。それでバイトしてんのは不服だって。お前が食わしてねえのが問題なんだ。聞いてください。それあなたがブロックしてからでしょ、ずっと。お前が変なコメント書くからだろうがよ、それはよ。ブロックしどうやって投げろすんだよ。じゃあお前支援しろよ。っていうか、足し上げに言って、足し上げ待てって。まだコラボ申請あげてくるから。足し上げって言ったら僕のことお気に入りみたいですわ、うん、この人。じゃああげる？わかった。ちょっと今あげるわ。いいじゃん、ややこしくなって。ちょっと待って。落ちますよ。ちょっと待てよ。はいはいはい。付き合えよ。うん、立ち上げ待てよ。あれ待てましたよ、待てました。じゃあ上がっちゃったんで、あーって思って。じゃあ順番でやるから。で、何立ち上げどうしたの？いや、とりあえず一旦待てますよ。そこは。え？またんで大丈夫な感じですか？いいよ、もう上げちゃったから、何言いたいことあんなら言ってよ。いや、もうとりあえず、あれですよ。お前、またサブやってるだろ。いや、もうやめてください。もうじわじわ削るの、もう勘弁してください。あ、俺、その噂聞いたことありますよ。やかましいわ。いや。やってるでしょ、こんなの。また。こんなの。じわじわ来ますね。何？じわじわ来ますね。何がだよ。やってんだろ、サブ。来ませんから、本当に。勘弁してください、もう。やってるってお前が言ってたんじゃん、自分で。俺まだ言いますか、それ。で、お前が言ってたんだ。注射痕があるって聞いたことあります。違いますよっていうのも、僕が言った言葉でしょ。うん、何言ってんのお前、キマガン決まりすぎて何言ってるか分かんないんだけど。いやいやいや、そんな。お前さ、マジでさ。そんな手には乗りませんよ。何を言ってんの？え、今もやってるんですか？昔やってたんですか？じゃあ。いや、今もやってるでしょ、こんなの。パキパキじゃん。こんなの。わざわざ決めつけやがる。いや、いや、決まってるでしょ、こんなの。どう考えても。え、誰がどう考えたってやってるでしょ。昔やってたのはマジなんですか、それ。いや、昔もやってないよ。あ、昔もやってんの。やってるでしょ、こんなクリーンやって、どこがクリーンだよ、こんなの。こんな寒いのに外で配信やってんだから。それは、ちょっといいっすか、ちょっといいっすか。そのね、ルートってどっから手に入れるんですか、そういうの。知らねえよ。ヤクザ。プッシャーがいいんだろ、周りに。ヤクザっていうか、なんか、サブ中が寄ってくるんだよ。あ、そうなんすか。俺いつも思うんですけど、そういう人たちどっからなんかそのルートあんのかなって気になってたんですよ。ごめんなさい、うん、顔出せんだったね、もう。いや、マジで。いや、立ち上げ要件は、いや、だからもうあれですよね。え、売名なわけないでしょ。じゃあ要件言えって。要件、いや急になんか上がっちゃったもんで、ね、ちょっと要件どうしようかなって今考えてるんですけど。だから考えてから上がれよ、バカが。いやいや、考えて上がってたもののだから、それを売名っつんだよ。一回待てってなって、あ、じゃあ待とうかって思ったら上がっちゃったの。いや、だからその最初の頃の要件を言えってなんだよ。いや、だってもう今だってあれですよ、あの上がれって言われ、あの待てって言われて、あ、待たなあかんねやってなってからの。いや、まだ用意してない。そういうのね、話す内容決めてから上がらないダメ。いや、上がってたから、あの決めてから上がってたけど、一旦待てって言われた場合のやつは考えてるじゃないか、まだ。そう、ほんで、ああと思って。何を言ってんの？ごめんごめん。お前、薬やめろ、マジで。いや、だから、分かったでしょ、全然。全然言ったから、意味不明だと、こんなにどういうこと。だから、待てって言われた後、急そのまま、あ、待ってんだって、こいつ。そのまま上げられちゃった時の要件は用意してないから。全然意味が分からない。まずいなって。こんなのばっかりなんだって、だから。まずいなって感じ。本当に急遽、うん、そう、また薬やめろって。もう薬、いや、薬をやめろっつうの、本当に。いやいや、やってるならともかくですよ。やってないのにやめろって言われて。やってるでしょ、どう考えても。
やめ方が分かんない。合法ドラッグはやってる？やってないですね。サブだけ？サブだけ。やってないですって言ったから。やめ方が分かんないっつってたじゃん、今。いやいや、だからやってないのにやめ方が分かんないって言うんですよ。やってるでしょ、どう考えても。どう考えてもって。どう考えても。俺だって、俺奈良の留置所にいたとき、半分サブ中だったけど、お前みたいなのばっかりだったよ。いや僕だって奈良のシャブ中多いですよね。でも半分ぐらいシャブシャブ中は多いですよ。いやほとんど逮捕なんかほとんどシャブ中だよ。俺も留置所いた時シャブ中いましたよ。シャブ中ばっかりだよ。いたいたいた、普通にいた。なんかシャブ中なんて、なんか警察に追いかけられて、なんかもうシャブ決まりすぎて、なんかもう逆方向走ってそのまま普通に捕まったみたいな。そんなバカばっかりだよ。いやそうそうそう、で決まりすぎて、で逮捕の前になんかその逮捕の なんていうのかな、される前になんか一服めっちゃしまくって、なんか逮捕されるとか意味わからんこと言ったの。あいかにもなんかしゃぶ中らしい。なんか逮捕される前に なんだろう、二度逮捕される前ってあるじゃないですか。うん、一旦出されるでしょ。うん、わかります。でその出された瞬間にコンビニかどっかでタバコめっちゃ吸いまくって、まだすぐ逮捕されるみたいな。なんかあー、まあまあでも気持ちはわからんでもないよ。もう刑務所行くの確定だからってことでしょ。今吸えないですからね、たぶんはね。流通吸えないね、今。うん。ていうか、なんで立ち上げは外にいるの？どこにいんの、お前。今、外ですね。いや、違う、外なの見たらわかるから。はい。そうじゃなくて、エリアはどこに？コラボしましょうよ。エリア。コラボしましょうよ。都内です、都内。あ、都内いんの？コラボしましょうよ、コラボしましょうよ、今度。いいよ、いいよ。うん、俺、昔スカウトしてたんで、一緒にナンパしましょう。女の子。いいよ、いいよ。うん、かわいい女の子。俺ナンパで、そうそう、できるんだよ。夜も得意だよ。うん、本当ですか。相当なもんだよ、ね。今はちょっとスカウト厳しいからやってないですけど。で、たし上げはどうやって生活してんの？もともと関西でしょ？もともと関西で、今は東京で。で、食えないでしょ？配信だけじゃ、どうやって生活してんの？だから、たし上げガールズっていうのがおるんですよ、まずね。裏、もう。僕が、ドンチキって言ったら、パーンってこう、その時に必要な額が花火であるっていう。うん、え、花火だけで食っててんの？そうです、そうです。まだ、多分これ生ポ。これ多分生ポ。いや、生ポだったら、関西の方にいるんじゃないの？いや、都内でも生ポは一応受けれます。いや、受けれるけど、来たの最近じゃないの？いや、もう、かれこれ半年ぐらいですかね。生ポなの？じゃあ生ポじゃん。生ポじゃん。生ポやん。生ポさん、生ポの施設におったけど、それ出ましたから。あ、たし上げさんね、別に生ポ、たし上げさんね、別に生ポでもいいんすよ。別に生ポじゃないもん、だって生ポ受けられる。元祖生ポ配信者だよ、俺。生ポの大先輩だよ。素直に別に言っていいんですよ。言えばいいじゃん、本当は生ポなんでしょ。いや、だから生ポじゃなくて、生ポ受けようとしたけど、せめてないから。施設が、いや、だって僕一回和藤さんに、だって施設、生ポのことで一回相談に上がったでしょ。その上がったよね。そうでしょ。で今は、受けるつもりが、施設があまりにもしんどすぎて飛び出して、あれでしょ、タコ部屋でしょ。そうです、そうです。まああれきついよな。だからもう出ました。え、何歳？それは内緒です。内緒か、内緒。そう、結局だからそれで受けてないと思う。え、っていうかなんで外にいんの？いや、今日はちょっと祝電入って、建物の中入ったら祝電入ったんで、ちょっと。え、何？満喫かなんかにいるってこと？いや、もう今普通にもうフリーで外にいます。生活はどう？いや、あーってなんでお前わかるんだよ。何のあーだよ。もうバカ同士の会話よくわかんねえわ。うん、間違えた。ただ、やばい。何なんだよ、もう。なんだよ。ていうかそこさ、高級エリアじゃないの？なんか青山とか麻布とか恵比寿とかじゃないの、その辺。まあまあまあって感じ、って感じ、まあまあ、感じって感じですね。青山でしょ、そこ。青山ってテルチャンピンですか？違ういや、まあ、袋か。普通に、普通に。いや、だから言ってんじゃん。やってるよ。決めてるよ。これちょっと会話噛み合ってない、これ。パキパキだよ、パキパキ。
言葉のキャッチボールできてない、これ。言葉やってる。そういう僕。なりってる、これ。いや、マジで、薬やめないとこうなるから、リスナーさん気をつけな、本当に。こんな、人間やめる、人間やめますか薬やめますかって、これだよ、本当に。だって、青山ってテルチャンピオンと言ってたから。いや、これ、フワッチジョークだろうよ。完全にやってるだろ、これ。フワッチジョークだろうよ。フワッチ以外じゃ通じない、身内ネタだろうよ。やばいよな、本当に。なんでテルチャンピオンの話が出た今。で、青山。青山、え？テルチャ、青山にいいの？え？テルチャンピオンで何なんて。やってるこれさ、決めすぎだろ、完全に。家のない配信者が、ね、テルチャンピオン。パキってんだろ。だから、うん、どこいんのって。青山って言ったらテルチャンピオン。とりあえず足し上げ要件ないなら落とすけど、足し上げ要件ないの？ありますよ。だから言えっつーの、それを。会話になってねえから。そう、今2人で話してたんだけど。だってずっとだってそんなだって、もう薬だなんだかんだってね。なしかかしか。いや、そういうの話を、あの、いいわ、もう本当に足し上げ落とすね。いや、落とす落とす、もうもう話にならない。パキパキすぎて何言ってるか分かんないよ、もう。やれ、多分決め、多分また注射。いや、多分じゃなくて決めてるんだって、あんなの。多分注射直でやってますよね、血管に。いや、分かんないけど、俺は、そのドラッグの経験ないから。会話ができないやつ、俺苦手なんだよ。いや、多分あれ、多分パキって、ラリって。パキってるよ、パキってるよ。これ、みやびくんがどうしたって？あ、聞こえた。あ、いけた。うん。あ、みやびくんが何だって？あ、みやびくん、そう、みやびくんと試合するんですよね、確か。するよ。次はね。次はね。賞賛はあるんですか？賞賛なんかないよ。毎回毎回。ああ。まあ、でも、和田さん、ぶっちゃけ格闘技向いてないですもんね。向いてないよ。喧嘩したことないんだから。そうね、俺が喧嘩強いように見える。見えない。てか、あんまり人を思いっきりぶん殴るとか、うん、あんまそういうのないでしょ。ないよ、経験。ないでしょ。だから、なんか、俺は思うんですけど、うん、なんか、コンクリートを思いっきりぶん殴るとか、そういう練習から始めた方がいいかもしれないと思ったんですよ。拳が壊れるだけじゃん、そんな。じゃあ、そういうグローブつけたりとかすればいいじゃないですか。グローブが傷つくの。じゃあ、パンテージ思いっきり、100均のパンテージ思いっきり、まあ、ぐるぐる巻きつけて、で、壁になんかタオルかなんかやってとか、俺、昔それやってましたよ。拳の、けん玉をへこますために。ああ、拳平らにするためにね。そう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 。ちょっとあんまよくわかんないけど、それに何の意味があるの？羽織ってました、ごめんなさい。うん、もう大丈夫です。で、なんだろう、まずはその技術そもそもよりも、人を殴る、うん、人を気持ちいっぱい殴れる練習からした方がいいかも。いや、それはテルにも言われてんだよね。だからそれ技術とかじゃなくて、ゲームは、そうそう、気持ちだって言われた。そうそう、心の問題。だから、な言い方はですけど、うん、やっぱその殺すつもりで殴るっていうぐらいの気持ちでやった方が多分勝ちやすいの。うん。まあ、言葉はあれですけども。うん。人殴るの嫌いなんだよね、俺。いや、まあそう、顔はそうで、もうそれが出てますもんね。だからね、悪いやつでも顔に出るんですよ。うん。もともと人殴るのとかあんま好きそうじゃなさそうな感じなんですよ。いや、苦手。まあ苦手だね。いや、なんで末頃出たのかちょっと分かんなかったですけど。いや、1回目はまあノリだよね、正直。3回目でしょ。もうだってもう2回目でコリゴリって感じだったでしょ。もういや、2回目コリゴリだよ。いや、もう嫌だって思ったよ、ほんと2回負けて。で、3回目はもう正直なこと言うと、正直なこと言うよ。はい、あれ？あ、聞いてる、はい、いや、もう
人気がなくなってイベント呼ばれなくなるから最後だなと思ったから出ようと思ったんだよ。ああ、その試合ともかくは自分のためっていう。そうそうそう、もう多分今がピークだろうなと思ったから。ただ ぶっちゃけ僕タラちゃん、タラちゃんだっけ、な、直樹兄さんか、直樹兄さんより多分宮部くんの方が多分強いと思う、うん、あであまあ喧嘩慣れはしてるかもね、うん、そう、まあそこまで差はないと思うけど、まあちょっと強いと思う、うん、うん、練習もちゃんとしてるしね、一応、うんうん、まあまあそうかもね。ただ、うん、多分今のところ 7-3 で多分負けると思うんですけど、ただ、うん、なんだろう、ちゃんとした設備で練習したらまだワンチャンはあるかもしれないっていう、うん、多分ロードワークだけじゃ限界があります、ね、うん、いやもちろんもちろん分かってるよ、そんなん俺が一番分かってるよ。俺辰彦とかと練習とかしたいじゃないですか。いやだから辰彦は減らって配信もやめて今腐ってるんだって辰彦は。あ、俺ちょっと、ね、最近ちょっと番会社なんでよく知らないんですけど、なんか離婚したって聞いたんですけど、うん、あの人。そうだよ。だからそれで減らって配信もやめてんだって。あ、やってないですか配信。うん。あ、そうなんだ。そう。ちょっと今度ちょっと DM 送っときますわ。心配。仲いいからちょっと。あ、仲いいんだ。仲いいです、たずいことはね。お前の仲いい、信用にならないんだよね。なんか、お前が勝手に仲いいと思ってるだけでしょ。いや、本人に聞いたらわかりますよ、それは。絶対嘘だもん。お前嘘つきなんだもん。いやいや、だから本人に聞かない。なんか働いてるとか、俺は金持ちだとか、嘘ばっかりじゃん、お前。いや、ちょっと待って、働いてる。嘘ばっかりじゃん、お前。いや、働いてるのはマジだから、ちょっと待って。いや、嘘が多すぎて、嘘が多すぎて、もう何が本当か分かんないんだって、お前の場合。まあ、じゃあ、ちょっと、辰彦はちょっと、見ときますわね。タヌキかなんかは。辰彦自殺？マジで言ってんの？本当に離婚したの？なんか子供、お子さんとなんか、順調、うん、あ、だからでも仕事行かなくなったって聞いたんですけどね、あの人。まあ仕事行かなかったらそれ捨てられるでしょ。いやいや、捨てられるでしょ、普通に。いやでもなんかその結婚してて家庭持って仕事行かないやつって珍しいですけどね、それはそれで。いや、俺も行かなかったよ。昔。いや、子供いないでしょ？いるよ。いや、いるっつうか、まあ、なんか DNA 半分ついた何かはいるよ。子供だと思ってないけど、俺は。あ、そうなんですか。え、結婚しましたっけ、うん、え、違うでしょ。結婚はしてないよ。でしょ、うん。まあ、普通に、まあ、結婚して奥さんいたら、まあ、家庭があれば、まあ、働くの、まあ、誠治さんみたいに、まあ、あの人みたいに真面目に働くのが、まあ、ぶっちゃけそれはすごいってわけじゃないけど、うん、普通だと思う。普通じゃないでしょ、あんな。俺もあいつも普通じゃないでしょ、どう見たって。カタキな顔してないじゃん、辰彦。うん。いやいや、宮美くんじゃないわ。あの、誰だ、誠治さんをね、ちゃんとしてるでしょ。してないだろう、配信やってるやつで、ちゃんとしてるやつなんか見たことないよ、俺。いや、別にだから働いてたら別に配信したっていいじゃないですか。別に配信そのものは悪じゃないんだから。いや、別にいいと思うよ。でも、配信でまともなやつ見たことないよ、俺。売れてるやつ。まあ、それは別に否定は しないですけど、うん。ただ、和道さんも、なんかその、うん、もうずっと働いてないでしょ今は。あ、うん、だって働きたくないもん。もう多分一緒働かないでしょ。まあ働きたくないね。いや、まあ、多分でも働かない方が多分合理的だと思いますけどね。いやだって働くのなんかバカバカしいじゃん。いや、まあ別にそれはその人のあれだから。俺は別に働くのが嫌な人は働かなくていいと思ってて、働くのが好きな人だけ働けばいいんじゃないなと思う、うん、いやいや俺もそう同意見だよ。ただそれだけ。別に働かなくても別にいいと思ってて、うん、例えばその生活保護とか受けるやつよりも10円チョコ盗むやつの方が悪いと思ってるんで、うん、だから生活保護なんて悪い要素一つもないじゃん。いや、何が悪いの？悪くはないんですけど、悪い風潮悪くない。微塵も悪くないよ。いや、空気はそれあるで、社会的にね。だからそれが間違ってんのよ、バカだから、あいつら。だからそれはもう、その、なんだろう、間違いは多分一生なくならない、うん、そういう空気はね。いや、なくなるって、バブルだった頃、生活保護の話題なんかなかったんだから、俺らガキの頃。いや、それはでも、河本とかそういう大物。いやいやいや、それは最近だから。バブルの頃よ。要は日本中が浮かれてた頃なんか、生活保護者とか、公務員がクズだって言われてたんだよ。公務員だったら、いやだからそういうもんな、不景気だから生活保護者を叩いてるだけで。まあでも芸能人とかも一応関係あるでしょ、一応。だからそれも踊らされてるんだって。もともとね、さつき、片山さつきが叩いたわけでしょ、河本のことを。そうです。でも片山さつきの元旦那っていうのは舛添さんなので、舛添さんの
お姉さんっていうのは生活保護者なんだよ。家族に生活保護者がいて助けないのおかしいって言うと、お前がやってないだろって話なんだから、あれはギャグなんだから、それも知らないでしょ。だから知らないような頭悪いやつが生活保護のこと叩いてるんだって。あ、そうか、まあそうです、まあ、生活保護受けるだけなら別にいいが、いや、あれはもう超お笑いのギャグなんだって。家族、生活保護の家族を金持ち2人、政治家の金持ち2人が放置しといて河本を叩くっていう高度なギャグなんだよ、あれは。爆笑もんなんだって。いや、まあまあまあ、まあ、難しい。それに関してはその片山の問題だから、いや、片山の問題じゃん、河本の問題はお前が言い始めたんだ。いや片山が言ったのもその、まあ、なんて言えばいいんだろう、難しいな。いや、だから難しいっつって考えてないやつが生ポを叩いてるんだって。ナンパは悪くないんだって。いや、で 悪いとは言ってんでしょ。悪くはない。いや、言ったじゃん。生活保護よりチョコレート盗む方が悪いって言ったってことは、生活保護も悪い区分に入れたんだから、今。あ、どっかで思ってんだよ、生活保護は悪いって。無意識にってことに？うん。俺はそういうつもりで言ったわけじゃないんですよね。生活保護。どういうつもりで言ったんだよ、じゃあ。だから生活保護は別に受けよう、受けなくなんか別に悪くはないけど、万引き施設は生活保護より悪いって、まあ、その言い方、だろ？だからどっかであるんだって。どっかで無意識で生活保護を受けてるやつはずるいとか、ずる賢いとか、はい、そういう感覚があるからそういう発言になるんだって。いや、それは多分言葉なだけであって、別にそういう、まあ、そういうつもり言ってるわけではない。ありません。分かってね。いや、でも俺も別に生活保護じゃ受けることはいいと思うんですよ。ただ不正さえしなければ別にいいじゃん。もう、なんだろう、まあ、西川みたいに、あ、西川はもう不正はしてたかな。西川してない、してない。西川は不正してないんだよ。だからそれも、だから、考えてないから叩けるんだって、だから。いや、あの人普通に競馬とかやってましたから。マジで。競馬やることはだから不正受給じゃないんだって。それでも不正受給だって思うんだよ。いや、利益があって、それを申告してなかったんです、あの人。嘘。それは不正受給だよ。それは不正受給だよ。それはあの人知らないから見てるでしょ、だから。何、それソースはあんの？いや、ツイッターで見してるからね。ツイッターで自分で。それを申告してないって言ってんの、本人は。自分で言ってるよ、それ。西川本人が。西川がね、申告するような人間に見えますか？見えないでしょ。しかし、それを自分で言ってるんですよ。違う。本人が言ってるんだったらアウトだよ。いや、本人言ってるから、普通に。あ、そう、それは、それは悪かったわ。それは不正受給だわ。いや、だからその本人は言ってるだけであって、まあ、本当に、ちなみに、競馬をやること自体は悪いことではないから、ね。いや、競馬とかパチンコすること自体は悪くはないけど、それは、そうそう。利益が出れば申告しちゃダメでしょってこと。そう、ダメダメダメ。それは完全アウト。はい。ただ別に、別に利益が出てる、それは申し訳ない。うん。それは知らなかったわ。言ってはいます。てか、西川は別にどう、なんか普通かな、あいつは隠さ、あの人は隠さない。まあ今なんか、うん、出所して、なんか東京にいるみたいですけど。うん、え、東京にいんの？東京にいるってなんかツイッター見ましたよ。なんかもう出所して、多分次は都内で生活保護を受けるんじゃないですか。北海道じゃなくて。ふわっちやってんの？いや、今できる状況じゃないと思います。もう家追い出されてるから。もうかい、電波がないのか。電波もないし、もう家も追い出されて、うん、多分もう家賃も滞納しまう、うん。結構長いこと入ったから。いやいや、生活保護だったら勝手に市が払ってくれるから。いや、でもその分出ないでしょ。捕まってる間は。出る。あー、捕まってる間は家賃は出る。結構長い間、捕まってる間は多分出ない。いや、出ますか？捕まってる間は出るはず。確か。ただ、家賃は出るけど、生活費の方が出なかったんだと思う。いや、そうなんですか。ちょっと、それはわかんないです。うん。それは多分。確か出るよ、家賃分は。詳しいと思う。うん。家賃は出る。なんでかっていうと、俺がホストぶっ飛ばした時、返還命令が来たの。で、返還の時家賃の分は確か出されてたはずだから。ただ生活費の分は返還した。ああ、なるほど。その生活費分だけ、うん、いや、それ結構要は弁当マイナスではないって。マイナスではないって。はいはいはい。うん。いや、でもよかったですよ、元気そうで。なんかね、元気じゃないよ、全然。食ってくのに必死だわ。
いや、本当ですか、なんか先月のなんかランキングが結構調子いいで、僕噂で。いや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 、ランキングひどいよ、最近。ね、40万ポイントだか50万ポイントだかだけど、手取り20万ぐらいだよ。じゃあ、だからポイントがかさ増しされてるって話よ。あ、イベント昔は昔は、100万ポイントあったら70万ぐらい入ってたのよ。50万ポイントだったら35万ぐらい入ってたの。わかる、言ってる意味。7割ぐらい入ってたの。だけど今半分以上がポイントがかさ増しされてんの、上に。だから手取りは全然生活できてないの。しかもポイントかさ増しされてるから、こいつ儲けてるだろうって言って花火投げなくなっちゃったの。もうあれやめてほしいんだよ、俺。まあ今、無料アイテム多いですもんね。無料アイテムっていうかね、なんかわかんないけど、ポイントがすごい上がるんだよね。だから全然周り稼げてないよ。上がりやすくなったってこと、確かになんか1位の人もなんか、デイリー1位の人普通に6、70万ぐらいあるけど、毎日6、70万投げる人いないですもんね、きっと。いないよ。うん。だからその多分倍以上のなんかそういう水増しとか、水増しっていうかそういうなんか、ポイント増し、うん、みたいなのあるんでしょうね、きっとなんか、それでなんか周りを煽るみたいな。うん。まあそういう。やつがあるんでしょうね、うん、きっと。だって俺の放送見てる人だったら知ってるもん。1日分回す花火ゼロとか余裕だし、一発二発だよ。いやでもで2枠でしょ。聞かた投げに来ますよ。投げに来てよ、助けてよ、本当に。俺の放送守ってよ、本当に。いやそんな頻繁に投げる必要ないけど、本当一発で助かるから。ずっとブロックされたからでしょ。いやだから解除したって、もう、はい、うるせえな、ね、うん、今はされてますよ。うん。投げに来て、投げに来て。え、今もあれの、うん、妻じゃないわ、の、彼女さんいてはるんですか？のんちゃん？はい。のんちゃんいるけど、全然遊びに来なくなっちゃったよ、のりこは。あ、同棲はしてないですね。同棲はしてない、もともと。よく遊びに来てたの。実家暮らしってこと？そう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 。そうですか。いや、でもよかったさ、うん、なんかその、熱が見れて、僕はあの YouTube を見て、ほんと感動したんですよ。うん、分かったって、もう、うん、ありがとう、ありがとう。はい、うん、じゃあ、その、はい、うん、もう言いたいことは言ったんで、うん、じゃあ、うん、ありがとうね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあね、はい、お疲れ。こっちで落とすから。はい。よいしょ。あんなババアのどこがいいんだ？さあ、男の人が言ってんのか、女の人に言ってんのか分かんないけど、意味合いがだいぶ違うじゃん。男の人が言ってるのと女の人が言ってんの。うん、聞き取りづらいだけどは。うん、なんで寝ろって、うん。いや、稼ぎがないから稼がないといけないんだって。男？いや、若い女じゃないのっていう意味合い？なんだろう、なんだろう、幸せ、あれ、居心地がいいんだよね、のりこといると。うん、のりこといると居心地がいいんだよね。理由は俺が聞きたいぐらいだけどね。うん、逆に前投げてたけど、なんで投げなくなったとつとかしてもらいたいけどね。理由は分かんないよ。のりこはね、48歳だね。配信やめるかやめないか俺が決めるよ。うん。前科は消せないよ。ていうか過去は消せないよ、基本的。まあ飽きたっていう部分もあるのかもね。前科あるのなんかみんな知ってるよ、俺が。あ、それはね、あるかもしんない。その母性を求めてるのはあるかもしんない。俺が、だからマザコンみたいなものが、マザーコンプレックス。要は、俗に言うその母親に対するマザコンじゃなくて、本当のコンプレックスって意味ではあるのかもしれない。母親に対する愛情の欠落っていうのはあるかもしれないね。だからそこは意識してないけど、無意識だから。寂しいね。いや、似てない。真逆の人。真逆の人。だから、俺が求めてる理想のお母さん像みたいなのがあるんじゃないの？のりこの中にそういうものを感じるんじゃないの？それはあるかもしれない。母親と真逆の人。
ヒステリックな親だったから。うん。まあ、母親の方が年齢は近いけどね。近親相関ではないでしょ。意味合いが違いすぎる。囲い全然いないよ。あんなやつコラボにあげるなよ。なんで気に入らないものだったら見なきゃいいじゃん。だって誰だかわかんないんだから、俺からしたら。あげるなとかあげないでとかさ、なんか、リスナーが気に入らなきゃ見なきゃよくて、面白いものだけ見りゃいいじゃん。じゃないの。便座はね、治ったよ。今日修復終わった。くっついた。あとはヤスリかけるだけだね。のりこヒステリックじゃないよ、全然。知らないからそういう風に言ってんだって。何でもかんでも上げ足取りゃいいって。嫌われてる自覚はない配信じゃない。俺嫌われてる自覚あるって。子供の頃からだもん。嫌われてる自覚はあるよ。命令するっていうか、命令がよくないじゃん。いや、意思決定は自分でしたいもん。アイテム投げても言うこと聞かないよ。今月20万もあるわけないじゃん。全然きついよ。20万もないよ。オレオレ詐欺自主的にやったわけじゃないかんな、俺は。俺が仕掛けてるわけじゃないし。やれよって言うとも、別に、やってるわけじゃないから。嘘、こけ、儲けてるくせに、儲けてないって。今日のニンニの定期えぐい。いや、土方嫌いだもん。土方嫌いだもん。なんなんだろうね。その、嫌いなものを嫌いって言ったらなんでいけないんだろう。嫌いなんだからしょうがないじゃん。俺土方嫌いだもん。実際13万ぐらいじゃん、今。現時点で。残り1週間ぐらいで、あと7万稼げたらいいなと思ってるけど。12万、13万ぐらいじゃないの。いや、稼げてる稼げてないとかいう問題じゃなくて、俺は土方が嫌いなんだよ。別に嫌いなもんは嫌いなんだから。若い、コッペ超面白いよね。みんなそう思ってるよ。コッペ超面白いよね、コッペ。合わないんだよね、なんか。職業差別なんかしてないじゃん。嫌いなもんは嫌いなんだよ、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いでいいじゃん。職業差別はしてないよ。黒服？ああ、いや別に嫌いも好きもないけど、俺ほらキャバクラとか行かないから、黒服の人と関わることがない。疲れない。疲れるかな。体勢変える、いやもうジェダイ以下になると思うよ、このままいったら。本当にっていうかもうあれでしょ、ジェダイと同じランクまで落ちてるでしょ。やだなじゃなくて、現実的にはなんなの、何土方嫌いなの、いいじゃん。変わらないよ、多分。映画どうなった？苦戦中かな？いや、世間っていうか、配信界ではジェダイと同じ扱いだと思うよ、俺は。オワコンでしょ。
いや、同じ扱いだと思うよ、くくり的には。それくらい評価低いと思うよ。ラグすごい、うん、アイテム投げないよって、アイテム投げてないじゃん、あなた。不手にしてもアイテム投げないよじゃなくて、アイテムもらってないから。それやる気上がんないから、不手にもするでしょ。時系列が全然違うでしょ。いいじゃん、好きにやろうよ。もう、アイテムどうせ投げないんだから。いや、アイテムいらないよ。本当に。いらないっつうか、欲しいけど、欲しいっつっても投げられるもんじゃないから。いや、もうトーク能力捨てた、俺は。だから最近喋ってないね、全く。なんか、喋れば喋るだけ無駄だっていうの分かってるから。キャスやってるよ。でも全然閲覧集まんないね。全然閲覧集まんない。いや、俺だから働かないとか抜かしてると、働きたくないって言ってるのであったら実際働いてるし、あの生ポになるとか思ってないから、そういう決めつけやめない？決めつけ、あなたが勝手に知らないことを歪めて解釈するのやめてよ。別にあなたから魅力的に思われようと思ってないから。浮き沈み激しいよね。ロボさん死んだよ、もう。あ、あの世に行けってこと？ひどいこと言うね。俺は躁鬱昔から持ってるよ。まあ、うまくいってないかな、あんまり。なんか、好転させたいなと思ってもがいてるけど、もうここ半年ぐらい落ち目だね、ずっと。苦しいね。まあ、オワコンだろうね。ミオさん、配信やらないね。うん。ね、来ないね、連絡が。今日も走ったよ。今日も走った。今日はベストタイム出したからね。はい、わざつ。感謝なんかないっつってんの。ノンラブわかんない。関慎吾さんの枠でコメント書いてたけど、関慎吾リスナーになったんじゃないの、ノンラブは。俺の枠見てないと思うよ。憧れの配信者なんかいるわけねえだろ、バカだろ、ほんとに。もうくだらねえな。まだそんなこと言ってんのかよ。配信者でかっこいいやつなんか一人もいねえよ。なんで憧れの配信者って、もうバカバカしいわ、ほんとに。お前、それ、職場とかで話したら笑われるぞ。本当に。憧れの配信者ってなんだよ、本当に。バカだよな。
憧れるわけないだろ。憧れる要素どこにあんだよ。何、どういう配信が見たいの？手抜きって言うけど、どういう配信が見たいの？だってこんなさ、毎日毎日叩かれて花火も上がらないところでやる気が出るわけないでしょ。よっさんとか金梅さんとか憧れたことなんか一回もないよ。なん、どこに憧れる要素があんの？金梅とかよっさんとか、どこに憧れる要素があんの？絶対なりたくないって言うんだったらわかるよ。よっさんとか金梅とか憧れる要素どこにあんの？杖つきたいとかそういうこと？片輪になりたいってこと？どういうこと？もうないよ、憧れなんて。なりたくないよ、全然。どこ、何を言ってんの、ほんと。片輪でしょ、片輪、あんなの。片輪になって何が面白いんだよ。意味がわかんないよな。俺金梅さんに憧れなんて言ったことない。いや、面白い人だなとは思うよ。金梅さんもよっさんも面白い人だと思うけど、憧れたことは一回もないよ。いい人だと思うけど、片輪でしょあんなの。まあ、稼いでるっつっても、ね。まあ、稼いでんじゃないの。うん。あ、便所さんかっこいいね。憧れてはいないけど、なんかすげえいいライフスタイル送ってるなっていう。あと、嫁太郎がかわいいね。うん。便所さんはいい生き方してるかな。まあなんかいいよね。鮫島とかも片輪中の片輪じゃん、本当に。絶対なりたくないわ、あんなの。ヒカルくんいいか？うん。ライフスタイルそんなにいいとは思わないけど、俺は。ヒカルくんの。そんなにグッとは来ないかな。あれ、パクった。あ、タバコ送ってもらえるとすげえありがたいかも。テレちゃんピン、TCP とかほんと気持ち悪いでしょ、ほんとに。TCP とか俺の放送見てほしくないもん。気持ち悪い。だから俺 TCP にいい、Twitter とかいいねされるたびにブロックしようか本当に迷うもんね。俺古文なんかじゃないよ。ふざけんなよ。あんなかっこ悪いタトゥーしょってるやつの古文なんてやめてくれよ。恥ずかしい。住所は俺 Twitter に書いてあるよ。セルチャンピンニュー、あ、人気急落したんだ。あんなに囲われてたのにね。え、今テルってそんなピンチなの？なに、囲いいるんじゃないの？テルくん、テルくんっていうのがいるじゃん。テルくん、テルくんって。なに、花火上がってないの？嫌われ、飽きられてんだ。マジで。囲い激減なの？やばくない？あ、そうなんだ。なんでなんだろう。なんでなんだろう。レジェンドはレジェンドだと思うよ、鮫島さんは。ただ古文ではないから。やめてほしい。あんなのと一緒に一括りにされたくない。リスナーが分散しちゃったんだ。
そんなにピンチなんだ。KP。KP。そうなんだ。へえ。じゃあ、テル、捨て頃のセコンド首。テルからおこぼれ花火もらう作戦だったけど、テルチャンピンがもう囲いなくて、もうはっきり言って稼いでないテルとか用ないから、首。捨て頃、セコンド首だわ、首。他の人にするわ。いや、そうでしょ。稼いでるから、囲われてるから、好感度上げようと思って、セコンドにお願いしたけど、稼いでないし、嫌われてるテルチャンピンとか、もう、何の価値もないから、捨て頃首、セコンド。はい、他の人。他の人にしよう。首です。テルチャンピン、速報、テル首。いやいや、首でしょ。首だよ、首。だって、価値ないじゃん。金も持ってなくて囲われてすらいないテルチャンピンに何の価値もないから、首だよ首。セコンド他の人にお願いする。そうします。うん。あ、宮並みに嫌われてるんだ。首だわ首。セコンド首。うん。もっとなんか花火が上がりそうな人セコンドにしよう。何がサメちゃんの彼女だよ、気持ち悪いって唐突だけど面白かったな、今、うん、暗示化してるんだ。え、なんでそんな風になっちゃったんだろう、急に、うん、なんでなんだろう。いやー、今日急に楽しくなったわ、うん、あ、そうなんだ。元からつまんねえ。何そんな感じなのテルって今マジで。そうなんだ。時給は聞く200円ぐらいじゃない。いや、もう時給換算とか怖くて、昔はさ、時給2000円だよとか言って超意気がってたけど、うわ、時給キャバ嬢並みだよとか言ってたけど、もう怖いよね。時給200円とか、時給換算もう電卓弾いてないもん、正直。日報書くときにプルプル震えながら、あ、今日3000円いったわとか、あ、今日2000円だとか、もうほんとそのレベルだから、うん、やばいよね。まあテルが終わったってことはもうふわっち終わりだろうな。何？テルリスナーはなんで離れたの？なんで怒ってんの？何が原因なの？ふわっち辞めたのが原因？なんでそんな急に好感度下がるってこと？なんか、なんだろう。なんか原因があるんじゃないの？浮気してたとか、なんか、配信者と付き合ってたとか、なんかないの？なんで急にこんなガタンと。暴露しまくりなんだ。え、何？テルとつるんだよ。テルファミリーも崩壊してんの今。金がなくなると人が離れるってやつ。うん。いや、ちょっと面白いから知りたいかな。私以外にもペロチャンピンしてた。いや、そんなんみんな知ってたじゃん。あー、本当はそうじゃないと思ってたってこと？本当は私だけのテル君だったのに、実は、あ、
やっぱり噂は本当だったんだってなって、なんつうの、全部ダメになったってこと？まあ枕はね、ごはっとだからね。アキラッパ、シュマジロウ、セイジ、バルバルモテるから離れた。崩壊してんじゃん。パルパルから人気落ちたんだ。まあパル今絶好調だからね。パル調子いいもんね。石野と全然会ってないね。2年ぐらい会ってない。投げたやつら金なくなって。好きだね。面白いね。井戸端会議。飛ばない、全然。飛ばないよ、俺。テル糖質気味なの。養分糸はもともとなんか面白くないから、絶対なんか人気下がると思ってるな。3年後多分養分糸いないと思うよ。もう這い上がれない。石野はだってリスナーさんの家に住んでるでしょ。谷さんの家にもうずっと住んでるから。ホームレスじゃないよ、石野は、今。700万もないよ。200万ぐらいじゃないの。まあ、税金つってもたかが知れてるっしょ。200万の税金ってどれくらいだ？ 20 万とかそんなもんじゃないの。貧乏人は別に悩まなくていいんだ。稼いだやつはやばいと思うよ。なんだっけ、住民税2年後とかだっけ。マジでやばいよね。一回稼いだら稼ぎ続けないといけないわけだもんね。テルチャンピンが、セイジか、アキラッパがうちの現金盗んだと発狂してた。怖っ。とっつきにくいかな、俺。そうかな。浅井さんは、半年前ぐらいに会ったかな、飯食ったかな、一緒に。まあ、相変わらずだったね。でもね、ちょっと変だなって思うのが、浅井さん多分空き缶拾いやめたね。どうやって飯食ってんのか知らないけど。どれの基地外パーティーって何？外基地パーティーの司会って何だろう？どれ企画、ちょっと何？外基地パーティーって何？面白そうなんだけど。それはぜひ司会やりたいかな。全力で、前の日とかもう3日ぐらい、スタジオにこもってトークの練習するぐらい気合い入れるから。そう、なんか面白そう。どれの外吉パーティーの司会は、なんだろう。任されたら俺は練習しまくる、ね。むしろそこで、リベンジを狙うね。和道いけるじゃんって、吉外やらせたらうまいじゃんっていう評価を得たいから、本気でやるね。もうここ2、3年で、見せたことがないぐらい喋るかもしんな、ね、い。絶妙の回し。え、YouTuber やってんだ、今。テルチャンピオンはオフパコ狙ってたリスナーが人妻と知ると旦那の預金全部崩して花火投げろと激怒してた。それ噂じゃなくて本当なの？あ、逆にもうすげえかっこいいね。そこまでね。そこまで行くとかっこいいな。人妻。見てた。やば。まあでもね、2年間で5000万稼いだわけだからね。本当なんだ。おこぼれ花火や満喫をがいいんだ。今誰なんだろうね、力持ってて優秀な花火師を抱えてる配信者。男でね。男で、やっぱよっさんじゃないの、スタップくんがいる。よっさんじゃないのかな。よっさん一強でしょ。年収1億ぐらいでもあれこれでも税金分残しておかないとやばい。まあそうだろうね。半分持ってかれるわけだしね。そこまで言うようになったらリスナーは離れる、笑えない。まあまあ離れてるんでしょ。だから後ろの本、これアルファ7とかだよ。カメラの資料、これはカメラの使い方の基本操作の入門書みたいなやつで、α7 III のこういう使い方とこういう機能がありますよって、こうやってやるとこういう写真が撮れますよっていう解説書で、こっちは、
まあ、α7-3 のレンズ。要はこういう機材、レンズに特化した写真で、E マウントっていうんだけど、そのレンズの価格とか写真集なんだけど、こうレンズを比較して、こう角度とか、その光の加減とかをこう見るっていう。これはレンズの本ね。で、こっち側3冊は、ライブ映像プロダクションで、これはね、ビデオサロンっていう本なんだけど、バックナンバーで本屋に行って、α7-3 は買いか。α7 特集のビデオサロンで、で、これもこれはバックナンバーだね。ミラーレス一眼動画の Q&A。要は、こういうスチールカメラでミラーレスで動画を撮るっていうのに、時代が来ますよっていうことを特集されてて、今回はミラーレス動画一眼 Q&A。 だからね、今ね、ミラーレス動画で動画を、ミラーレス一眼で動画を撮るっていうのがトレンドだから、そんな話ばっかりなのよ、本当に。要は、ミラーレスの動画来てるよ、来てるよってやってる。うん。そんな感じの本ですね、これは。まあ、寝る前に読みながら、こういう動画撮りたい、ああいう動画撮りたいってやってるかな。あ、じゃあ、マンキツは、まあ、花火師に好かれる何かを持ってんだろうね。和道にオフパコネだったインコも、和道、青山代表リスト、あ、そうだったの？すごかったよ。あ、でもね、インコはね、ババアだったけど、綺麗だったよ。可愛いババアだったよ。なんで、でも、テルのリスナーなのに、なんで俺にオフパコしよう、オフパコしようって言ってきたんだろう、あのババア。テル苦笑いだったけどね。別にブスではなかったよ。うん。いや、本当に本当に。小綺麗なババアだったよ。でもさ、テルにそういう風に、テル君オフパコしようよっていうならわかるけど、なんで俺に来たんだっていう。なんなんだろう。あ、そうそう、ミラーレス一眼。要はα7だよね、やっぱ。いや、α7 の快進撃すごいもん。当て付けオフパコなの。しゃぶらせてじゃなくて、なんかね、歌うまが終わった後に、みんな帰ってるのに帰らない人がいたの、一人。で、その人は、本番中に俺に話しかけてきてたの。酔っ払ってない時に。和道さん、私見てますよ、みたいな。ありがとうございます、みたいな。後でステッカー買いますから、みたいな。普通な対応だったの。で、まあ、5分ぐらい喋ったりとか、すれ違ったりして、和道さん歌頑張ってねとかやってくれたら、普通の人だ、ああ、なんか品のいいおばさんだなと思ってたら、全員終わってお客さんはけてくださいって言ってんのに、カウンターでベロンベロンになってるおばちゃんが一人いて、で、まあ配信者はみんなスルーだったから、ああ、まあ、ちょっと気使って、俺さっき話しかけた人だったから、まあ、多分俺のことも知ってる人だから、俺誘導しようと思ったら、いきなり抱きついてきて、和道さん、モグゴリ行こうって言われたから、いや、モグゴリ行かないっすよって、お酒飲まないっすよって言って、じゃあ、オフパコしようって。で、ずっと叫んでんの。誰にも言わないから、誰にも言わないから、ホテル行こうって言われて、で、そのままめんどくせえババアだなと思って、エレベーターの方に、もう、ハケがあるから、そのまま連れてったの。そしたら、テルとヒカルくんとシュマジロウとかが会計、なんかお金の精算とかやってて、エレベーターの前で精算やってたの。そしたら、そのおばちゃんはもうベロンベロンに酔っ払って、ワドンさんホテル行こう、モグゴリ行こう、タクシー代1万あげるから、とか言ってて、シーンってなったの。そしたらヒカルくんが俺の方、チラッと見て、ワドンさん、聞いてないっす。誰もこの話、喋らないっすって言って、絶対喋るわと思って。っていう話だね。いや、俺無理無理無理よ。いや、ヒカルくん面白かったよ。おうさん、誰も見てないっすって。見てるだろ、うん。そうそうそう。お前らガキ？どういうこと？うん。インコは青山に脱税を教えてるリスナーでもある。へぇ。アンコール綺麗だよ。うん。アンコロ綺麗だよ、普通に。やれるっていうか。写真見たら普通に綺麗な人だなって思うはずだよ。何歳ぐらいなんだろう。
多分40代じゃないかな。30後半か40代ぐらいだけどね。うん。ヒカルらしいっていう。ヒカルくんらしいよね。インコのせいで青山逮捕もある。へえ。でもなんか小綺麗な人だったけどね。うん、何なん支援者じゃないの、そのインコっていう人は。君に御殿はもう嫌だよ、目指さないよ今頃。うん、窓は頭おかしいから卒業した。 それに気づいてない時点でおかしいよね。うん、この女と寝たら和道はのりこにポークピッツちょん切られる。 うん、ああそうなんだ。支援者なんだ。じゃあ何、割れてる、そもそもインコっていうリスナーと青山が喧嘩してるってこと？それとも今もインコさんは青山の支援者の、割れたの？元ってこと？枕やっても金は金？まあまあ、そう思ってる人はそれでいいんじゃないのかな。インコは今も青山の支援者。へえ。まあなんかあれでしょ？酒癖悪い感じでしょ？多分。で、なんか金持ってるんでしょ？多分。わかんないけど、俺は全然そのインコさんが誰だかわかんないから。ライトセーバーでしょんぎられるとか言って。ブーンブーンつって。 それちょっと面白いじゃん。のんちゃんがライトセーバー持って、ワドさんブーンブーンつって。 ちょっと映画化したいよね、それ。 のんちゃんにプレゼントでライトセーバー渡そうかな。ローブと。ちょっと面白そう。体調悪いね、最近ね。すげえ体調悪い。クマが抜けないんだよね、なんか。顔色もすげえ悪いし。インコはコロコロアカウント変えて青山にコメントしてる。青山リスナーから嫌われてる。ああ、じゃああれとか、引っかき回してる人ってことなのね。まあ重要人物であるけど、その人のせいで囲いが離れてるみたいな。ああ、クラッシャーなんだ。まあ世話になった人に恩義は忘れちゃう。なんか恩着せがましいのもダメだと思うけど、恩は忘れたらダメだと思うかな。なるほどね。テレのところでのんちゃんコメしてた。ほうほうほう。のんちゃんはもともとリスナーだからね。今日タイム頑張ったね。解放の狐、ガウンの中は裸よ。なんてエロ枠してる。どうでもいい。本当に。やめて。もう解放と関わりないから、俺。いらないよ、解放の情報。全く責任ないから。ほっとこ。のんちゃんが青山にコメントしてたのは和道への気遣い。どういうこと？俺への気遣いって。なんだろう。のりこがどんなコメント打ってるか知らないかな。なんだろう、俺への気遣いって。のりこはなんか最近放送がすげえ楽しみみたいで、よく見てるらしいよ。もともとヘビーリスナーだからね、のりこは。10年プレイヤーだから。ああ、セコンドになるから。ダメだよ、もう首だよ、首。金と人気がなくなった青山に用はない。のんちゃん、石野に好き好き言ってた。わかんないんだよね。浅野光先生が俺のこと超絶ディスってるらしいんだけど、頭に来るんだけど、すげえ。浅野光とか俺にとってはオナペットでしかないから、なんでオナペットにディスられないといけないの、俺。オナペットのくせに喋るんじゃねえよ、本当に。ムカつくよな。あんなのは俺たちのオナニーのおかずに過ぎないんだよ、ほんと。オナペットだから。そう思わない、みんな。喋るんじゃねえよって、イメージが崩れるんだよっていう。オナペットは黙って脱げっていうね。ほんとムカつくわ。あ、ヒカルくん働くんだ。スマホね、俺ね、新しいの買えなくて、11万とかだったから。だから iPod 買ったかな。iPod Touch 2万5千円買った。この前、のんちゃんとこから帰るとき、和道さん放置しちゃダメだよってのんちゃんに言ってた。和道さん可愛い。だ、寂しいんだもん。コメントは いつものメンバーなの？俺の方がひどい。コメントは人のこと言えないよ。もう、ソソとミースケとボンとニンニしかいないから。
ひどいメンツだから。ソソ、ミースケ、ボン、ニンニの4人だけで成り立ってる放送だから、ね。すごくない？他にいる？いや、いや、マジでしょ。何十人見てようが、何百人見てようが、ソソとミースケとボンとニンニだけで回ってるんだよ、この放送。それで放送つまんないとか言われても知らねえわっていう。ソソは花火師？まあまあ、じゃあミースケも花火師でしょ。猫の目？猫の目も、まあまあ、いるか。笑い男はボンだから。笑い男がサブアカなの。ソソ消えたらはっきり言って多分俺死ぬことになると思うよ。今現時点でソソがいなくなったら、もう本当にソソが手綱を握ってる状態だと思うよ、本当に。ソソの気分次第で一人の人間を自殺に追い込むことが可能な状態だから。ソソ笑い男イコールボンで、ボンが本赤で笑い男はサブ赤。だからボンがいる限り笑い男は来ないんだよ。いや、ほんと、ソソ次第みたいなとこあるよ、もう。いや、もうほんとにソソに、ケツの穴でも捧げないと、ほんとにやばいことになるよ。ミースケはまあ、こってこての和道リスナーでしょ。うん。こってこての。要は、なんだろう。変人、変な男が好きっていうか。まあ、色恋とかじゃなくて、その、お笑い芸人追っかけてる感覚なんだと思うけど、多分ね。勝ってるっていうか。これ別に素直っていうか、嘘はつかないっていうか、見え張ってもしょうがないじゃん。解放は切った、俺から。もう解放はめんどくさいから。どうなんだろうね。まあ、わかんないよ。リスナーさんの気分次第で、なんだろう。いや、そんなの腐るほどいたかんね。固定の固定版持ってて、和道好き、和道絶対応援するとか、和道さんの成功が楽しみとか言ってて、一生応援するとか、散々言ってた挙句、手のひら返すリスナーなんて腐るほどいるから。だから、まあ、なんだろう。いついなくなるかなんてわかんないよ、本当に。何をきっかけで。ロビーは、コメント全然書かないけど、たまに時間が合うと会いに来て、まあ花火くれるけど、タイミング的に2週間に1回とかしかコメントくれない。で、来てくれた時は必ず支援してくれるから、ロビーも大切なリスナーだね。ただ、その、時間帯が多分噛み合ってないんだと思う。最近昼間ばっかりだから。だから働いてる人なんだと思うよ、多分。うん。そうだね、リリちゃん。だから、ああいう系の囲いキッスの人は俺の放送合わないと思うね。うん、いや、人気じゃないでしょ。人気はないんだよ。知名度があるだけなの、俺は。だから、大手になれないっていうのはそこなんだよ。中堅って呼ばれるのはそこなの。知名度があるけど人気がない。俺は知名度はあると思うよ。ただ、人気は全くないよ。だからボンはさっき話したじゃん。最近夜中全然やらなくなっちゃったね。うん。米センサーあるリスナー減りましたね。あ、でもそれはもうニコ生の頃に比べてやっぱふわっちは米センスはないなっていう風に思ってるかな。うん。あ、そうだね。まあまあ、ニンニはちょっと特殊だけど、ニンニって付き合い古いのよ。もう5年ぐらい見てくれてて、そうそう、ずーっと支援してくれてんだよね。家族写真じゃない？リンドバーグじゃなかった？リンドバーグっていうバンドのサムネだけど、ニンニは古いよ。むしろサイコさんの一人じゃないかな。F ライブっていうところで出会ったリスナーだから。宗教の話とか振ってくれたら話すよ、全然。あ、だから、いつも言ってんだけど、瞬間風速、マックス120点とか、100点とか叩き出すことはないんだけど、平均して60点台取る放送を求めるんだったら、この放送とかは、ドレさんの放送とかいいと思うよ。60点台の放送を見るんだったら、すごい役に立つと思う。今日暇だな、誰か、やってるまで時間潰せる配信者いないかなっていう。2番手なんだよ、だから。前座なの、前座。
前座。年下のリスナーいたけど、やっぱみんな離れたね。レクチとか、ダンボールとか、あやかとか。その辺離れたよね。支援ってあれだよ。別にその花火とかアイテムがなくて、その物資を送ってくれたのお金、お金じゃなくてお米とかさ、その天城府県とか。まあそんな感じだよね。花火投げてもらえるとありがたいですね。仏教の話、メロンはそんなヘビじゃないでしょ。リスナーが誰ってなるでしょ。体操っていう人知らない。自分の名前書かない方がいいよ。ダサいから。俺のこと覚えてるはダサいよ。うん、俺の話してよって普段コメント書かない人が分かるわけないじゃん。すげえ400万ペースすごいね。うん、そんな体操なんて聞いたことないよ。ゴンゾーはセフィーでしょ。万歳さんわかんないな。ていうか、花火投げたらご飯いけます。あーでも最近金ないんで自炊ばっかりですね。うん、自炊ばっかりですね僕は。スタップくんブロックしたんやろ。いやもうブロックは全部全解除してあるから今はしてないけど、でもスタップくんは俺の放送多分もう来ないと思うよ。俺散々ディスったから。初めて花火もらった時にもう二度と来んじゃねえっつっちゃったから。俺おごるのでいけます。あー 2,3 時間高速で3万ぐらいお小遣いくれんなら行きたいっすね。うん、なんかあごあしらいだけでなんか済ませられたらちょっと僕それだったら配信やってる方が稼げるんで、うん、2,3 時間高速で 2,3 万包んでくれんなら。のりゆきさん繋がってないよ俺。全然遠い。俺は全然遠いよ。うん、お前にそんな価値がないと思うのは誘わないでください。僕からすると知らない人と飯食うのコミュ障なんですごい疲れるんすよ。うん、いやいいでしょ値下げしてるお前そういうのやめろよ。配信者ほぼ全員が貧乏芸してる。その方が花火上がる。俺はだからじゃあこの現状見ろよ。タイムシフト見てみろよ。ちゃんと毎日放送見てみろよ。枠の終わりの時にコラボ上がっていいっすよ。あの花火上がってねえから。マジで1日4発上がったらいい方なんだって今。キャスのお茶爆はお茶爆50っていうのは500円なのね。お茶爆100っていうのは1000円。花火と一緒なんだけど7割還元です僕に。いや何でもアドとかしないよ俺。7割還元だね。食不利ない。一個もない。本当にない。最後にもらったの去年の捨て頃の時に祖祖にあのご祝儀もらって、食不利っていうか手渡しでこれは祝儀だから受け取ってって言われた。あれ？は全然フラッキングないんで本当に待ってください。すいません。もしもし聞こえますか。あ、聞こえます。あ、どうも初めまして。はじめまして。ホワイトカラーですかブルーカラーですか。ホワイトですかね。あ、ホワイトですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、はい、小鳥の餌箱を
まあ、アマゾンから送らせてもらったんですけど、すごい時間かかって申し訳ないです。はい、いえ、届、あれ、まだ発送されてないですよね、あれ。発送はしてるみたいです。ただ、なんか税関で引っかかってるみたいです。え、アマゾンでポチって、あれってだってクリスマスプレゼントでポチってくれたじゃないですか、ルシさんが。そうです。それでクリスマスプレゼントが未だに届いてない理由が、なんですか、税関で引っかかってるんですか。そうですね、中国は何考えてるか分かんないね、本当に。本当クソっすね。そうですね、本当にチャイナポストはクソです。ああ、で、それ結構有名なんですか、アマゾンで。アマゾン、アマゾンの商品の中で、はい、まあ正直その、はい、なんでしょう、まあこういう個人店、はい、あの、まあ、個人でも出せるじゃないですか、アマゾンって、はい、そういうところあまり僕は買い物したことないんで、はい、ああ、よくないんです。うん、よくないと思います。まあ噂よ、いい噂は聞かないんで。公式はプライムってやつなんですか？プライムは、プライムで買える商品はほぼほぼまあアマゾンの倉庫の中に入っててすぐ発送可能ってやつなんですよ。ほうほうほう。え、それどうやってアマゾンで見分ければいいんですか？そのこれは安心で、これは個人店だから危ないっていう。ああ、アマゾンのサイトで、あの、商品、まあ見るじゃないですか。まあ検索でも何でも。はい、その中で、まあ、例えば、こう、まあ、どこが、まあ、業者なのかって、多分見れる場所はあるんですね。そこで、なんかありますね、会社名みたいなのあります、ね。まあ、そこで、まあ、あの判断するのがまあ普通なのかなと。ああ、なんかあれですよね、ルシさん、あのウームかなんかのなんかやってるんですよね、この前おっしゃってたけど。ああ、まあそうですね、ただまあ1000人、はい、まあウームスピークスって言って、まあ下部組織、はい、まあインフルエンサーっていうところに入るんかなとは思う。はい、どんな活動してるんですか、そのウームの。いや、別に入ってるだけですよ。本当になんか、ウームが人集めしてた時に、申請したら普通に通ったんで。はい、ほうほう。僕は、YouTube のチャンネル自体は、中学時代に作ったやつ、そのまま活かしてるだけなんで。はい。なんで、別にその、ウームになんか、こう、貢献してるとか、ウーム、だからなんかできないとかっていうのはないんで。はい、あまりこだわりはなくて、なんか自分のその配信がまあこうライフワークみたいな、あ、まあ動画投稿がライフワーク、まあ動画投稿が大好きだっていうだけなんで。ほー、もう何年ぐらいやってんですか、動画投稿は。動画投稿最近またこうゲームセンターで撮ってきた動画をこう動画投稿したりとか。で、別に YouTube に限らず、ニコニコも投稿したりとか、うん、か別に決まってはいないです。ふわっちでもやるし。え、もう何年ぐらいやってるんですか？もう、賞味は5年ぐらい。ああ、結構長いですね。はい。だから、まあ、ちょっと本題としては、すいません、はい。あの、クリスマスプレゼント遅れてしまって申し訳ないっていう。はい、ああ、いえいえ、全然。はい。なんで、まあ、ふわっちはちょっとオワコンって言われてますけど、頑張っていただきたいかなっていう。え、それは何？ふわっちに頑張ってもらいたいってこと？いや、ふわっちにも、和道さんにも。はい、もう僕多分見切りつけますよ、多分このまま行ったら。多分、正直言うと、あと3ヶ月ぐらい、4月ぐらいにもうやめてるだろうなっていう、今のまんまだったら。なるほど。キャス行きます。まあ僕もキャスはやり始めましたけど。正直、結構僕も金はふわっちに投資してますけどね。まあ結構アイテム買ったりとか。配信者に慣れてるんで。いやいや、それ投資じゃなくて消費でしょ。消費しちゃってる。あ、まあ、そうですね。うん。まあ。
まあ、寒いんで体お気をつけてください。あ、ありがとうございます。じゃあ、はい、ごめんなさい、はい、それだけちょっと遅れてしまって申し訳ないってことが言いたかっただけなので。あ、ありがとうございます。全然大丈夫ですよ。すいません。じゃあ、はい、退出します。ありがとうございました、はい、あ、こっち側で落としますね、なんかバグっちゃうんで。わかりました、はい、失礼します。はい、すいません、失礼します。いや、いい人だよ、ルシスさん。うん、いいじゃん。面白い回だけになるわけじゃないんだからさ、そうやってさ、欲張りすぎだって、最近のリスナーは。何でもかんでもさ、何でもかんでもさ、トツは何でもいいんだよ。文句ばっかり、そう、なんか、こういうリスナーが良くないよね。なんか面白いことやれ、面白いことやれって。一緒に楽しむもんなんだよ。うん。一緒に楽しむもんなんでしょ。リスナーも楽しもうってやんないと人が離れていくよ、どん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 。そう、欲しがりなんだよ。あ、リスナー逃げてるよね。うーん、そうそう、いい人でいいじゃん別に。うん、ねえ、みんなで楽しもうよね。ギス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 しててやだよね、ちょっと最近。うん、よっさん花火1000発以上来てる。すごい。羨ましいね。うん、いいなぁ。卵味噌のアカウントなくなったの知ってる？ああ、よかったじゃん。卵味噌向いてないもん、どう考えても。やめた方がいいよ。いや、男性じゃないの？わかんない、うん。男性の方が多いと思うよ。女の人、俺の放送見ないよ。うん、おばちゃんは見るかもしんないけど、若い女性っていうかね、若い女の人、俺のこと見ないよ。うん、まあ卵味噌はね、5年先10年先生き残ってると思えないかな。早めにやめた方がいいと思うよ。女リスナーといえばテルシャンビ。ああ、まあ男いないよね、あそこ。うん、全然いないよね、男。まあ、よっさんすごいかんね。うん。ていうか別によっさんが花火上がってることを俺に報告すんのやめてほしいんだけど。俺関係ねえもん、よっさんとか。やめて、もう気分悪いわ。こっちは花火ゼロで頑張ってんだからさ、よっさんの枠でやれよ。すごいね、よっさんって。羨ましさしかねえわ。惨めになるだけだからやめてよ。ほんとに。いや、すごかったよ。沖縄行った時すごかったもん。配信が終わった瞬間に、ラインピコ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 ン、テルテルずっとお風呂入ったりしてんだけど、俺部屋の中にいたらピコン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 ってずっと鳴ってんの、携帯電話。どんだけライン来んだよと思って。で、テルは配信外でお風呂上がったらずーっと一件一件全部に返してんの。朝起きたら全部返信してんの。すげえと思って。もうホストの営業でしょ、ホストの営業。うん。いや、プロだなって思ったもん。え、これ全部に返してるのつったら、せやでーって言ってたよ。プライベートの時間なんかないよ、テルに。ほんとに。ピコンピコン、ピコンピコンピコン、ピコンピコン。すごいよな。いや、だから、しかもね、どうせおはようとか、放送面白かったよとか、くったらねえやつでしょ。くったらねえさ、なんかどうでもいい LINE をさ、ありがとな、せやで、ほんまやでって全部返してんだよ。うん、すごいよな。うん、
何モテないって、何そういうこと言うからモテないって、うん、まあそうだろう、うん、まあまあまあ稼げるやつはだから稼げるなりの努力してるってことなんじゃないの。俺はもうだって花火もらってもありがとうすら言わない男だからね。めんどくせえ。なんでリス花火ごときでありがとうとか言わないといけないんだよな。俺1000円払って当たり前だと思ってるもん。30分に一発投げろよな。全部クンニーで返してんだ。うん。いや、俺は花火もらって当たり前だと思ってるから、投げない方が頭おかしいと思ってて。俺は変だな変だなってここ半年間悩んでるんだよ。なんかおかしいな、調子悪いなって。俺からすると変な状態が続いてるだけであって、花火が上がって当たり前だと思ってるからね。いやだってそんな当たり前でしょ、うん、応援してるんだったら花火を投げるでしょ。応援してるんだったら、だから応援してる人がいなくなっただけでしょ、ただ単にそれだと思うよ。うん、朝原翔子に似てる。人当たりで持っている、みんなの心に持っている。なんかさ、でもさ、あのオウム真理教の歌ってめちゃめちゃメロディーキャッチーだよね。ソンシー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 朝原ソンシーバカだよな、本当に。懐かしいよね。いや、メロディーライン結構ね、キャッチーで覚えやすいんだよね。あの、歌がまろっとしててね、特徴があってね、面白いんだよ。キャッチーなんだよね。ていうか、あの当時さ、あんだけ小さい教団、まあ、小さいっつっても1万人ぐらいいたけど、自社開発でアニメーションとかやってたのすごくない？アニメ作ってたんだよ、あの当時に。うん。いや、ダンスもそうだし、歌もそうだし、アニメもそうだし、お弁当屋さんもあれば、パソコン、ね、自作パソコンとかもやってたし、すごいよな、よくよく考えると。人件費ゼロってすごいよね。うん。人件費ゼロってすごい。子供だったけどめっちゃ歌ったの忘れてた。あー、なんかすごかったらしいよね。あの、板橋区だっけあれ。なんか、都内の子供はみんな歌ってたっていうよね。で、歌うと怒られるらしいよね、学校で。うん。それもさ、最初は、最初の歌詞はね、選挙の時、証拠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 、朝原証拠で歌ってたの、全員。本人たちはそれで歌ってたんだけど、急に歌がね、何週、一週間ぐらいで、損し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 って歌詞が変わったの。あれ、理由知ってる？朝原損しって歌変わったのって、あれ、呼び捨てにしたらまずいなっていうバカ理由なんだよ。超アホだと思わない？なんかよくよく考えたら、朝原翔子のことを翔子翔子って信者が歌うのは不謹慎だっていうバカ理由で歌詞が変わったんだよ。お前それどういうことだよっていうね。そんなの考えてやれやっていう、最初から。すっげえバカだよね。そう。だから2バージョンあるの。そう、証拠で覚えてる人と、孫子で覚えてる人がいるの。バカだよね。すげえ面白いよね。ショコタンとか。いや、山岸会とか、山岸会とか一回入ってみたいけどな。まあまあ、でも、未来に生きてたっつうか。まあ、バブルに取り残されたオタクたちの最後の救いだったんでしょうね。うん、あ、そうなんだ。衆議院のポスターとか見てみたいな。
笑えるっていうか、まあキャラクター尖ってたよね。実際テレビでは結構人気者だったもんね。カリスマだったっていうか、当時を知らない人からびっくりするかもしんないけど、なんだろう、テレビ出まくってたし、あのなんか面白い宗教おじさんみたいな、だから江原とかに近かったよね。テレビ頻繁に出てて、なんかスピリチュアルなんだけど、なんか面白いニコニコした変人おじさんみたいなポジションで、だけどそのディベートとかもすごくて、朝まで生テレビはなんだっけ、幸福の科学とかとガチの論客とかをもう贈与とかがバシバシ論破していってて、江原のちょっとお笑い寄りみたいな感じで、そのもうお茶の間に広まってる有名なその宗教おじさんみたいなポジションだったんだよね。で雑誌とかも結構取り上げてて、その本格的なそのヨガとか、まあ実際オウムってヨガとか強かったし、仏教とかもパーリ語っていうその原点みたいなやつを自分たちで翻訳チームとか持ってたりしたの。だから日本の大学教授とかわからない教義とか仏教とかガチで勉強してたんだよね。それが裏で細菌兵器を作ってたの。で東京で一周騒ぎとかもあったし、炭疽菌撒いたりとかもやってたから、から本当に革命を起こそうとしてたんだよあいつら。今日本を潰そうとしてたの。いやーすごかったよ本当に。基本じゃないね、上の方にスカウトするのが、要は大学の理系とかをバリバリスカウトしてたの。要は理系の子たちってガンダムとか好きだったり SF とか好きだから、あの仏教の世界、マトリックスみたいな世界だから、仏教ってちゃんと勉強すると神秘主義に惹かれちゃうんだよやっぱり。で科学と仏教の融合みたいなことを言ってたから、魅力はあったんでしょう、うん。壊れたヘリもあったんだ。あ、亀戸ね。事務所構えたっつうか、あれアパートだよね。アパートの屋上かなんかにタンク持ち込んでたんだよね。北朝鮮とは絶対つながってた、実際。うん。っていうか、北朝鮮から、その、なんだっけ、シャブ輸入してたルートもあったらしいよね。人工地震はない。ありえない。どう考えてもない。人工地震はもう完全に糖質。もうネットのだね。ない。で、人工地震があるっていう風に錯覚してるのは自分のリテラシーを考えた方がいい。普通の大人がどう考えてもないんだよ。普通に大人が見たら、こんなのオカルトだよってわかるはずなんだよ。あ、うまかろう、安かろうね。うん。アンケート答えたら替え玉無料。へぇ。すごいね。やばかった。うまかったの実際。ラーメンは。あ、でもなんか、オウムって、その、攻撃的な感じじゃなかったよね。その、庶民のイメージは。なんか、その、変な人たちだけど、まあ、害はない人たちみたいな扱いだった。まずかったんだ。まずいんだ。でもいい経験じゃん。俺だってもう子供の頃だったから、そんなん行けなかったもん。まあでも俺ね、ちょっとまずいなと思うのがね、多分なんだけど、オウムがまだ生きてて、俺が20代とか20前半ぐらいの年齢だったら確実に俺オウム入ってたと思うよ。あのね、朝原はね、途中から変わったっつうか、選挙で負けた時から陰謀論唱え始めたんだよ。だからね、特番とか見るとめちゃめちゃ面白いよ。NHK とかいろんな昔の V が YouTube に残りまくってるから、もうね、多分1ヶ月ぐらいは楽しめると思う。オウム真理教を知らない人は、オウム真理教の V とか Wikipedia とか見てるだけで1ヶ月潰せる。いや、俺多分入ってたと思うよ。うん。なんだっけ、あの服。あのね、なんか俺日本人だけど、パスポートも日本国籍だけど、俺ね、なんか在日だから花火投げるのやめますとか、フォロー外しますっていう人は、フォロー外していいよ。俺ね、韓国人が悪いとは思ってないの。韓国政府が悪いと思ってて。で、日本政府も韓国政府と大して変わんないと思ってんの。別になんか人種によって、なんか、なんだろう。
人を差別したくないんだよね。サマナだ。だから俺が日本人かどうか気になる人は、俺の放送多分俺の言いたいこととか伝わらない人だから、別に日本人じゃないと思ってもいいよ別に。いや昔から好きだよ人間は、陰謀論は、うん、あ卵味噌、あおめでとう、さようなら。まあ早く見切りつけてよかったな、おめでとうございます。まあまあこんな世界、足洗った方がいいよ、うん、こんな世界から足洗った方がいい。俺は半分沖縄だね。でも俺の顔沖縄系の顔じゃないはずなんだけどね、うん、あの地元の人かな、あの俗に言う沖縄系のテンプレートの顔ではないから。あの地元の人ってね、沖縄に住んでる人だったら分かるけど4パターンぐらいあるんだよね顔の系統が。そう、インド人は入ってない。オウムの残党全然いるよ。光の輪むしろあれだからね、新宿増えてるからね、今増えてる光の輪。よっさんの報告やめて。あの人の話は嫌だよ、うん、ただ羨ましいだけだから。よっさんの放送行ってきてよ、それが面白い人は。俺はさ500円稼ぐために必死になってやってるんだからさ、うん、羨ましいとしか言いようがないし、俺には関係ないもん。俺食ってくのに家賃払ったりするのに精一杯だからさ、ここでよっさんの話すんのやめてくんない？なんで飛ばないのかの議論とかいらないから。俺今みんなと楽しく喋ってるわけだからちょっと勘弁してよ、うん、いやその俺の花火上がるかどうかなんて関係ない、そんなの他でやって。悪いけど、うん、俺だって稼ぎたいよ、うん。あ、酒飲む人は、お酒、リスナーさんが飲むから、自制心がさ、こうなくなるから、楽しくないんだったら他行けよ。うん。そう。楽しくないんだったら他行ってくれよ。うん、失礼だろ。よっさん見に行ったらこっち行くから、よっさんのこと今は聞きたくない。うん。いや、報告いらない。あ、ていうかもういいや、通常枠にしていい。もう喫煙枠マナー悪い人多いし、花火上がんないから通常枠でいい。通常枠は通常枠で今度コメント書かねえかんな。もうほんと難しいよ。普通に書いてくれればいいのに、通常枠でコメント、普通にマナー守ってくれる人が、みんな書かなくなっちゃうから、今度トークができなくなるからな。どうしよう。よっさんが儲けてることなんか俺には何の関係もないよね。いやいや、本当はね、キツネでコメントも走って花火上がってた頃が懐かしいけどね。うん。すげえ邪魔だよね。鳩とかポンプとか本当いらないよね。いやーでもね、キツネは昔ね、花火飛んだんだよ。むしろキツネの方が飛んだぐらいなんだけど、全く飛ばなくなったね。もうほんとキツネはゼロだと思って割り切ってるもん。まあいいや、通常枠行くわ。ごめんね、みんな。ありがとう、楽しかったよ。キツネの皆さん。ごめんね、一部の人で気分害したわ。お疲れ様。通常枠行くわ。コメントなくなるけど、おつー。